ケルは日本のシンガーソングライター。ロックバンドグレーのボーカリスト。本名小橋照彦。愛称は鉄ッコ。北海道函館市出身。函館市立義教小学校卒業。函館市立義教中学校卒業。北海道函館商業高等学校卒業。身長169センチメートル。妻はパフィエの大抜き編 1987年夏頃、小中学校と一緒である、同じサッカー部の先輩に、ちょっとドラムをやってみないか。と勧誘され、世紀末のコピーバンドに加入。ドラムを担当し、文化祭で披露した。しかし、加入当初、テルの家には、ドラムセットなどなく、親戚のおばが営むスナックの椅子などを使って、練習していたという。後に、購入。 本格的にドラムに熱中していく。拓郎と共に、グレーの活動を始めた頃には、テルの部屋は防音処置が施されていたと拓郎は語っている。1988年3月、小中学校の同級生である拓郎に誘われ、グレーを結成。当初はドラマーとしての加入であった。しかし、拓郎がテルの家にまだ歌の入っていないデモテープを置き忘れ、 歌があった方が何かとやりやすいだろうと考えたテルが歌を入れてみたところそれを聞いたタクロウが神が勝った声と感じて腰を抜かしたタクロウが人生において腰を抜かすほど驚いたのはこの時以外にはボーイのビーブルーを初めて聞いた時だけだというこれがボーカリストへ転向するきっかけとなり新しいドラマーが見つかるまでマイクを天井からぶら下げてドラムを叩きながら歌っていた しかし、テル本人はタクロ郎が受けた衝撃をあまり理解できていなかったらしく、先輩を新しいボーカルとして連れてきて自分はドラマーに戻ろうとしたが、拓郎により却下され、ボーカルに戻されたというエピソードがある。また、拓郎は、テルは自分がボーカルではなく、ドラマーでありたかったと語っている。同年7月には、グレーとしての初ライブを行う。 1989年同じ学校の同学年の友達と花と夢というバンドを結成。グレーがライブハウス等での活動がメインだったのに対して、こちらは主に学校内でのイベントや文化祭でのライブが中心のいわゆる学園祭バンドだった。テルが姉の結婚式で拓郎とずっと二人での原曲を演奏、披露したのもこの頃の話である。 1990年から1993年、1994年、1999年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2007年、2008年2009年2 0 1 0年2 0 1 1年2 0 1 2年2 0 1 3年2 0 1 4年2 0 1 9年2 0 2 0年、スピードボール、DIE マインドドラム、年長いフラジャイル、 t i e l o v e ー l u b どしゃかやまみほ d o s ドラム、としながいゼロランドマイン .nml 人生開会 .5 月10クズアルバムクズシンガー4シンガーミーシャパレードリスペクティブトラックスオブ爆竹 .v.a. in ンンザムード、o 室ヒムロ京スケレットリボンスピリチュアルソング生まれくる。子供たちのために。エイズチャリティープロジェクトシュハーアイ。スティルラブ。mcu コーヒカリ。jp 二杯一名で5月10ザ。 ベストオブ1999から2013、メイデーでランチトリビュートアルバム、ステアウェイツーヘブン、VA コスモ、ペンタゴンワンウィーアレワン、サマンサタバサファミリー東京、スカパラダイスオーケストラトリビュート集、楽園13系、VA 闇鍋、ミユワンそれでも、シロタユーテル&、ヒサシフロムグレー。ありがとうございます。